板金業の皆さん、朗報です。よし、いいか。こうやって製品が完成したら、後で作業表に作業日時と作業者の名前を記入しておくこと。はい。で、撮った写真を作業表に貼って記録しておくこと。わかった？かしこまりました。じゃあこれ写真撮って私持っておくから。あ、はい。はい、まず1枚。はい、はい、横から1枚。はい、オップで1枚。はい、はい、ありがとう。あと私やっておくから今日終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さてと、写真をプリントアウトするかな。ほら、こうなっちゃう。あいつどこ撮ってんの。バカだな、あいつは。もしもし、A じゃないかですか。こういったミスをなくすいい方法ってないですか。皆さん、板金業ってご存知でしょうか。もちろん。板金業というのは、金属板を切断したり折ったり貼り合わせたり変形させるなどの加工をして、屋根、外壁、雨どいや厨房用のダクト、排気筒、工芸品など多様な板金製品を製造する業種、うん、私たちの身の回りにもたくさんありますよね、うん、毎日触れるでしょうね。今回は板金業界に特化したサービス、クラウド型板金向け生産管理システム、タクトリーをご紹介いたします。株式会社ネオシステムの大曲さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。大曲さん、タクトリーですが、こちらはどういったサービスになるんでしょうか。タクトリーはですね、板金業界に特化したクラウド型生産管理システムです。なるほど。板金業界でいう生産管理とは、うん、主に受発注管理、工程進捗管理、うん、納品請求管理といった工場全体の管理を一元化することになります。小学、うんうん、から始められる新しいサービスがこのタクトリーになります。小学から。はい、ありがとうございます。うん、増澤さん、生産管理というのはとても地味な作業にね思いがちですけれども、欠かせない業務でもあるんですよね。そうですね。お客様のためには品質の管理、数の管理、納期に間に合うかどうかとか、で会社にとってもこう原価がどのぐらいかかってるかとか、そういった管理も必要ですから、うん、どれも欠かせない業務になってきますね。そうね。タクトリー、どんな特徴があるんでしょうか。うん、タクトリーだと iPad のアプリで完成品のバーコードをピッとして、であと写真を撮影するだけで生産管理の作業は終了。以上です。そんだけ。日時とか作業者の名前とか製品との紐付けというのは。そうそうそう。製品のバーコードをピッとして写真を撮るだけで自動的に情報が共有されます。なのでもう間違いもなく、ミスもなく、楽に効率化されます。マジで。すごいな。またリアルタイムに写真が紐づいていることで、うん、日本語が苦手な外国人労働者に対してもまあ分かりやすくて、まあ、ミスや勘違いも減らせる。なるほどね。タクトリーを使った生産管理をスタジオで試してみましょう。酒井さんには、はい、こちらの焚き火台の検査作業を今からしていただきます。はい。でこの焚き火台も板金で作られてます。はい。作業のボタンを押してください。作業左下にカメラのマークがあるので、はい、そちらを押してもらって作業表のバーコードを読み取ってください。え、嘘、これだけ。え、嘘だよ。あれ、え、これで。これでもちろん製品の情報が見えます。さらにここから写真を撮ることができます。下にスクロールしてもらって、はい、このプラスボタンを押してください、はい、で写真またはビデオを撮るってしてもらって、はい、商品を撮る、うん、商品撮るで取って、はい、使用、うん、使用でこの撮影した写真を鉛筆ボタンの方にドラッグしてもらって、そうですね、で、うん、手で何か書いてもらうと、手前は黒に見えるけどシルバーですとかね、書くんだよね。で右下のアップロードボタンを押してもらうと、そういう落書きじゃねえんだよな。現場の人やった。終了ボタンで終了。これで生産管理作業が終了します。はい、すっげえ。これはすごい。すごいですね。今その酒井さんが送信したデータというのはどのように管理されてるんですか。この作業が今終わりましたよっていう緑のマークが出ました。あ、うんうん、で今実際バーコードをピッとしていただいた時間が出てます。はいはいはい。そしてここに出てきてるファイルの中を見ていただくと、この日が、酒井さんの書いた日が本当だ、共有できると。その他にタクトリーではどういったことができるんでしょうか。納品書の作成だったり請求書の作成、こういった機能もございます。また取引先さん
様ごとの、月々の、売上の管理、月々の製造コストと売上の比較ができる、こういった損益レポートというものも、機能としてついています。これだけいろんな機能があって、さらに業務の効率化も図れるのに導入コストが安いんですか、ね、費用は、月々6万4000円からで50名まで使えます、50名使える。なので同じ業務をやっていただく従業員1人雇うことを考えれば、費用はおよそ3分の1で済みます。データはクラウドにバックアップされるので全社員で作業の共有が可能です。サービスや費用について詳しくはタクトリーのウェブサイトをチェックしてください。クラウド型板金向け生産管理システムタクトリー、以上となります。生産管理システムですね、果たして自社に合うかもわからないみたいな課題あるんですけれども、こういった業界特化型の、サービスであればフィット感も高いですし、かつ安価に利用できるということで素晴らしいサービスだと思います。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、タクトリー承認でーす。承認